はい、だいたいこんな感じで終わりですね。はい、はい、一応この洗面所水漏れ起こしてたんですけど、取り替えてもらって全部白いところで、今水漏れはしてないんですけど、ちょっとここの下の、 下水と排水パイプつながってるところなんですけど、これ何もつながってない状態なんですね。なんでかなりちょっと下水の匂いがして悪臭がするん で多分ここから水蒸気が上がって湿気が上がって、多分ここら辺も傷んでるのもそれも原因だと思うんで、ここをちょっと締めていきたいと思います。でこれダイユエイトで買ってきたやつですね、洗面用品ってやつで、こんな感じで止められるらしいんで、ちょっとサイズわかんないから適当に買ってきたんですけど、多分大丈夫なんじゃないかなと思いつつ、400円ぐらいでしたね。ちょっとつけてみたいと思います。多分匂いだけじゃなくて、なんか多分ゴキブリもこういうとこ出入りするっていう話だから、衛生上よろしくはないですよね、このまんまにしておくのは。あれ抜けない。3.5
ゴーだよね。まあ、大丈夫なはず。そんな軽くはないか、やっぱり。大丈夫かな。なんかこれが原因で詰まったりしないよね。パイプ径32って書いてある。32だからこのパイプは35だから合わないと。いうことですかね。35口径買ってきます。